僕は正しく傷つくべきだった。本当をやり過ごしてしまった。제가그과정에서또되게재밌게봤었던부분이이제가우쿠가상실을하고근데그상실이어떤죄책감으로남겨져서이제히로시마에가게되는데이사람이그쵸피해자처럼또보이는데한편으로는그아내와의그소통이원활하지못해서이런결과를안고살아가야되는거에대한그아픔이되게안타깝게도느껴졌었거든요그럼앞으로사람들을마주하면서의그소통에대한과정을지금이바냐아저씨라는작품을통해서다국적의배우들을만나게된단말이죠거기서한국인배우가있고그리고차이니스배우가있었던것같고언어적으로소통이안되는상황에서서로다른언어로대화를하는그오디션장면그리고유나가수화를하면서하는장면이저한테는굉장히강렬하게다가왔었던것같아요오지산모지분노진세오다이누이때다이세츠나탓다히토리노왓다시노오지산お願い返してあたしたちのことを思ってこの悲しみを耐え抜いて이소통이라는것이무엇인가에대해서다시한번뭔가생각을하게되는저는계기가되었던게그감정과그말하는것에대한정확한인지를하지못함에도불구하고왠지상대방을이해할수있을것같다라는어떤인상을받았거든요그게저는어떤또이런생각으로이렇게이야기를또구성하셨는지가너무궁금했던것같아요まあまあでもこの多言語演劇っていう要素はまあもともと別の作品で使おうと思っていた要素で、まあ、カフカがどんな演出をしているのかっていうことを考えた時にまあ結局自分の手持ちのアイデアをまあいろいろそこに総合したっていうことに尽きるのですけれどもそれがどんな意味を持っているのかっていうのはまああんまり考えたことはないです。ただまあその普段からの興味としてまあ、ある時期から、まあ、それこそ映画祭に行ったりとか、まあ、その外国に行ったりとかして、まあ、その言葉の通じないけれどもコミュニケーションしなければいけないっていうことが、まあ、すごく増えていってでそうなるとなんていうんですかねでも日本語でコミュニケーションをしている自分の母国語でコミュニケーションをしているよりも、まあ、ある面ではなんかすっきりとコミュニケーションができるような感覚っていうのをなんか、まあ、持つんですよ。まあ、例えば今こうやってジェフンさんとお話ししていてジェフンさんがまあ韓国語で喋ってる時、まあ、何を言ってるのか全然わからないんだけれども、まあ、何かは伝わるわけですよね、まあ、まさか悪口は言ってないだろうとかねまあそしてまあなんか手が動いていてあ手が綺麗だなみたいなことを思ったりするわけですなんかまあそういうことの、まあ、自分の経験があってでこういう感覚ってまあでも面白くないですかっていうことをごくシンプルに伝えているのが、まあ、あの多言語演劇っていうものなんじゃないだろうかと思います。그래서그찰나의순간에그제가어떤영화에서든보지못한그경험을하게되니까굉장히놀라운순간들이많았었던작품인것같아요그래서그가우쿠가결국에는그바냐아저씨역할을맡은타카츠키인가요그렇죠그친구가이제사고를치는바람에나는이반야를할수없었던이유는계속그내아내가계속오버랩이되고그오버랩이되면서자신의이야기를하는것처럼하는게너무힘들어서피했던건데결국에는
이연극을위해서그리고이고생한단원들을위해서이연극을이제올리게되면서다시역할을맡는데그러면서내가피했었던그과거의이야기를마주하게되는어떤용기의어떤전환점으로딱받아들여진것같아요그래서그모습을보는데되게또응원을많이하게되었고엄청그런부분이되게고통스러웠을텐데그런것들이뭐감독님에게도좀회피하고싶었었던어떤순간들이있는데그것을마주해서극복했었던어떤또순간이영화적으로있었는지그게전또궁금한것같아요そうですね。まあこれはまあ脚本にはもちろんそう書かれているわけです。まあそういうふうな流れであるっていうふうに脚本に書かれていて、ただそれがまあジェフンさんが今言っていただいたように受け取ってもらえるかどうかというのは、まあ本当に俳優さん次第だと思うんですよね。で、その西島さんはまあ全体通して非常に抑制した形でまあ演じてもらって、その北海道の場面でまあ一瞬それがふわっと出てくる。っていう、まあ、その後に、まあ、そのワーニャを演じる。で、そのワーニャを演じている場面を見て観客は、まあ、もう家福としての言葉が語られることはないんだけれども何かを感じるっていう、まあ、構造になっていて、で、まあ、それが一体観客に何を感じてもらえるかっていうのは、まあ、その役者さん次第だったっていう印象があります。まあ、こういう感情ですからこういうふうに演じてくださいっていうふうにお願いをしたことは一度もなくて、その俳優が感じまあ、表現している感情というのは全て、まあ、俳優自身が、まあ、自分で自分もしくは相手役との関わりの中で、まあ、表現しているものなので、まあ、自分は、まあ、毎回初めてそこで見て、まあ、驚いたり、まあ、なんだり、まあ、驚けたものが OK になるっていうところがあると思います。その表現に対して驚くことができたらそれがそのまま OK に OK の演技になるっていう、まあ、ことがあったと思うですけれど、まあ、そういうものをまあ見せ続けてくれたのは、まあ、まず西島さん、家福を演じた西島さんの力だし、まあ、その周囲でまあ一緒に演じてくれた人たちのまあおかげなのではないだろうかと思います。영화에서이제그운전을하는장면들이굉장히많습니다。근데제가느끼기에배우들이직접운전을하면서연기를하고있다라는인상을많이받았었고저같은경우에는모범택시라는드라마를찍었을때직접운전을하는장면도있었지만안전을위해서또레카차에올려서찍거나아니면멈춰있는차에서블루스크린을통해서촬영하는것들이많았었는데이영화에서는배우들이어떻게또운전을하면서연기를했는지또궁금했던것같아요まあ、ブルースクリーン、まあ、日本だとグリーンバックですけれども、まあ、それは使いたくないということを、まあ、そのプロデューサーには言いました。で、まあ、それは受け入れてもらったので、まあ、結果として全て、まあ、実際の道に出て撮ることになるっていうことですね。で、そうすると、まあ、その安全上の問題というのがやっぱり出てくるので、まあ、特にセリフがある部分っていうのは、まあ、レッカー車で、引っ張りながらセリフを言うっていうことをしてもらってました。そっちの方が良いと思ったのは、まあ、なんとなくですけれども、その演じる上で振りをする部分が、まあ、一つ少ない方がいいだろうと。そのブルーバックで、まあ、やっていて運転をする振りを一個しなきゃいけないよりも、まあ、実際にまあその車の外で風景が流れているっていうものを見ている方が、おそらく実際に俳優さんの中に入ってくる刺激みたいなものもあるので、まあ、そういうものを利用して演じることもできるかもしれないし、役者さんの演技の負担が、まあ、少し減るのではないだろうかっていうことがあって、まあ、そういう選択にしていますね。君は運転をどこで身につけた？地元です。北海道の上十二滝村っていう車がないと何もできないところです。運転は母から教わって中学の時からしてました。中学から？はい。まあ、演じることの大変さっていう観点から、まあ、伺いたいことがあるんですけど、まあ、やっぱその演じるっていうことは基本的にはもう、まあ、どんな場面でも集中力が必要なものだと思うんですけれども、まあ、その金子文子とパクヨルの、まあ、最後の方の
まあ、大シーンのシーンで、その、まあ、かなり長く、まあ、ほとんど演説みたいなあの答弁をするところがあって、まあ、一つは本当にその裁判官の側から、まあ、正面目で撮っているんだけれども、まあ、その傍聴席の方にも振り向いてその演説をするっていうところがあるので、そうするとカメラはほとんど180度、まあ、裏に回るっていうことは、まあ、つまり最低2回はこの演技をしなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。まあ、非常にテンションが、まあ、高くて、あの、まあ、本当にその感情を爆発させなければいけない演技だったと思うんですけど、まあ、あれは、まあ、おそらくは通して2回以上は撮ってると思うんですけれども、あれは大変ではなかったですか？まあ、それを準備するためになんかどんなことをされたのかっていうのがもしあれば聞いてみたいなと思います。앞서서제가말씀드린저의어떤연기론과조금은다른지점이감독님이말씀하신연출지점과좀맞닿아있는것같아요저는일본어를할줄모르고근데대부분의대사가일본어로되어있는장면들이많아서그대사를제가숙지하는과정이엄청나게길었었던것같아요정말수십번수백번을제가읽고듣고하면서그것을스스로 어떻게보면처음에는감정없이그냥쭉이대사를내가체득을해야겠다라는목표가1차적이었고그러면서상대방배우와그리고청중들앞에서저의그감정을실어서연기하는그장면그런것들이제가명확하게이일본어대사하나하나를음미를하는것이쉽지는않았어도그래도이대사가분명하게저에게숙지가되어있었기때문에그감정을표현하는데있어서는두려움없이그냥하고싶은대로그냥표현을해보자라는그런목표가있었던것같아요그래서굉장히어려웠었고쉽지않았고다시하라고하면은절대로못하겠지만네그것이어떻게보면은배우로서만약에그언어적인부분에장벽이있다면은그것을극복할수있는방법이아마감독님의그배우들을연출을하려는그방법이맞지않나저는생각이듭니다なるほど。ありがとうございます。まあ、まさか見ているときはその日本語がもうできるものだともう思って見てしまっているので、まあ、そんなに大変な作業、まさかそこまで大変な作業だとはっていうのは、まあ、思ってなかったんですけれども、まあ、でもそのことを思うと、まあ、信じられないぐらいもう本当に大変なことだし、信じられないぐらいまあ素晴らしい演技だったなっていうことをまあ思います。마지막이제영화를다보고나서에필로그같은느낌으로이제미사키가운전을하고있는데한국이네근데한국마트에서장을보고있고그장을보고와서차를타는데유나와그남편이키우고있는강아지가함께있네그러면서떠나는장면으로이제이야기가마무리가되는데그러면서되게궁금해졌던것같아요이이야기가또앞으로어떻게전개될것인가가되게궁금했었고그리고그미사키가이제영화를말미에보면서느껴졌었던게가우쿠와오토사이에서어떻게보면아픔이있었잖아요딸을잃었었던그거에대한그계속기억을하고매년딸의기일마다이렇게절에가서또기르는그런마음을가지고근데그게이제20년이지났는데그게미사키가아닐까라는어떤전생의어떤이야기와뭔가연결이되면서뭔가그녀가환생한것같은그런인상을받았던것같아요그래서이야기가저는되게희망차게뭔가끝나는것같은인상을받았고그래서되게기분이좋았거든요근데감독님은왜그거에대한이제다시시작하는그기분을한국의베이스로딱또하셨는지가또궁금했던것같아요そうですね、まあ、まず本当にそういうふうな見方をしていただいてありがとうございます、まあ、そのラストに関しては、まあ、正直なんかこんなに分かりづらいと言われるとは思わなかったですけれど、まあ、もうものすごくシンプルに今言っていただいたように、まあ、
希望のある終わりであるっていう、まあ、ただその一点だと思うんですよね。その、まあ、美咲は、まあ、家福が乗っていた車に乗っており、まあ、そして犬がいると。であれは、まあ、ユンスとユナの犬なんですかって言われるんですけど、あれはまあ違うんです、まあ、なのであれは、まあ、つまり彼女自身の犬と共に、まあ、その車を、まあ、運転して、まあ、去っていくところを、まあ、撮っている、まあ、それだけで、まあ、十分なのではないだろうかということを、まあ、思って撮りました。でその感じていただきたい感情というものがもしあるとすれば、それはそのジェフンさんが言っていただいたような、まあ、ある種の希望であるとか、まあ、解放感であるとか、まあ、何か新しい何か、まあ、そしてこれからも何か続いていく何かが、まあ、あるんだということが、まあ、観客に伝われば良いかなということは、まあ、思っていました。で韓国で撮った理由というものが、まあ、あるとするならば、まあ、全く違う、まあ、もともと北海道に行くっていう、まあ、シナリオがあったんですよね。北海道に戻るっていうシナリオがあったんですけれども、まあでもそうではないだろうなと、まあ、同じ場所に戻るっていう表現になってしまうとそれはあんまり面白くないなという気がしたので、まあ、全く違うどこかに行こうっていう発想がありました。で、まあ、この企画の一番最初に、まあ、広島で撮ってる部分っていうのをプサンで撮るっていうのが、まあ、一番最初の企画の、あの始まりとしてあったんですね。で、まあ、そのための準備もしていたっていう記憶もあって、まあ、その韓国で撮るっていうことがあれば、まあ、彼女がもう全く新しい人生を始めているっていう表現に、まあ、やっぱりなるんじゃないかなということで韓国を背景にしています。あ、원래그배경자체를아저도사고했어요마지막으로네직접얼굴뵙고이야기를나눌수있는이시간이너무지금아직까지도믿기지않고너무행복합니다근데또이렇게한국에오셔서또재개봉을하시면서많은또관객분들을만날거를생각하니까그관객분들정말저만큼더행복해하시지않을까생각이들고앞으로도또좋은작품으로한국에많이와주셨으면좋겠고아마더많은관객분들이감독님을더애정하고아낄테니까계속해서좋은작품많이만들어주셨으면좋겠다라는말씀드리고싶습니다네야本当にありがとうございます。あのまあジェフンさんが本当に深くドラマ映画をまあ見込んでいただいていて、まあ、それは本当にありがたいことだと思いました。で私もそのこの対談するにあたってジェフンさんの映画2本ほどあの拝見しました。建築学概論と金子文子と悪夜を、まあ、拝見していて、でまあでも、まあ、本当にその2本のチョイスをしたせいか、まあ、全然違うっていう、なんか全然本当に全く違うキャラクターを演じておられて、でまあその建築学概論は今こうして話している、まあ、印象と結構近い繊細な青年っていう感じですけれども、パクヨルの方はもうもっと本当に、まあ、乱暴さと優しさを合わせ持ったような、まあ、なんて日本語で言うと豪放雷楽な、まあ、感じの、まあ、役ですよね。なんかそういう役を、まあ、一人の人が、まあ、演じているっていうことが、まあ、信じられないような思いで見ておりました。あの特にパクヨルは本当に全然違うっていう気持ちに今なっているので、まあ、役者さんとして の, そのジェフンさんっていうものにも、まあ、あのこうして出会えてよかったなということを思っております。まあ、今後もまたあの作品を拝見できるのを楽しみにしています。ありがとうございます。신의11구독자여러분들저는오늘、네、성공한덕후입니다하마구치류스케감독님을이렇게만나뵙고이야기를나눌수있는시간이었는데드라이브마이카지금극장에서다시볼수있으니까꼭와서봐주시고요또감독님의다음작품이있습니다악은존재하지않는다이작품도꼭극장에서봐주세요감사합니다감사합니다감사합니다신의21の독자の皆様、楽しんでいただけたでしょうか、まあ、ジェフンさんがこれだけ言っているドライブマイカーぜひあのまだの方はご覧いただきたいと思いますし、まあこういう見方があるのかということを、まあ、もしかしたらそのジェフンさんのいろんな質問であの感じられた方も多いかもしれないので、まあ、ぜひ2度3度、見ていただけたら、とてもありがたいと思います。その映画館の、まあ、大きなスクリーンそして大きな音響で見るのがとても似合う映画だと思っているので、ぜひ映画館でご覧ください。아本当にありがとうございます。진짜감사합니다 고맙습니다